ックマン軍がどうにも止まらねえ。ソニックがいなくなったことでみんな弱気になって戦いにならねえ。ベクターまで弱気になってどうする。私今でもソニックが一緒にいる夢を見るの。もしかしてソニックは。俺もそう思いたいが、現実はソニックはいない。そしてテイルスも行方不明のままだ。今はあの二人抜きでやらなきゃならない。その通りだ。我らはこの半年間奇跡を願ってきたが、やはり奇跡は自分たちで起こすべきだ。みんなエッグマンの大軍に怯えちまってる。みんなを勇気づけるためには戦いの優劣は物量じゃないってことを見せてやらないとな。でも怖がらない人もいるよ。今日も新入りが来るんだよね。ああ、市街地の生き残りだとか。ファイルにアクセスしてみるわね。ナックルズ、戦況はどうなってる？お前らの無事だけが吉報だ。グリーンヒルの防衛線がエッグマン軍に破られた。報告によると防衛隊はソニックをやったあの野郎。悪い、言葉にしたら思い出しちまって。野郎を見て震えるだけだったってよ。こいつ以外はな。こいつはあの戦いを生き抜いた大したやつだ。俺たちの新しい仲間になる。頼りなさげ。言うじゃねえか、チャーミー。先輩として可愛がってやれよな。えへへへ。新入り、こいつを持ってけ。頑張れよ。よし、じゃあ行くぜみんな。世界を取り戻すぞ。みんな聞いてくれ、大ニュースだ。ソニックが生きてやがったぞ。なんだって。嘘じゃないだろうな。本当に？よかったソニック。私ずっと信じてたわ。ソニックは宇宙の監獄にぶち込まれてる。報告によるとソニックは何ヶ月もそこでただひでえ目に遭わされ続けてるらしい。なんてこと。早く助けに行かなくちゃ。救出作戦ならもう始まってるぜ、エミー。シャトルを拝借するための部隊がケミカルプラントのスペースポートに向かってる。行くぜみんな。昔ながらの無所破りだ。こちらエスピオ隊、軌道通路内で交戦中。今のところ持ちこたえられそうだ。いや待て、気をつけろ。仮面の男が現れた。ソニックを倒したやつだ。ビビんな、シンエリ。俺らはシャトルを手に入れるぞ。全員乗ったらすぐ出発だ。もたもたすんな。